あ、そうね、ミリニャ、そう、ちょっと復活というか、皆さんも心配をしていたと思うんですけど、もちろん私たちもね、皆さんと一緒の気持ちで、そうなのでよかったですね。ちょっとまあ以降の異常位それぞれがちょっとあれだったんですけど、みんなね、前を向いて頑張ってるから、まあ、みんなが無理せず団結してできるところだけ出るとかでね、それぞれが参加できたらなっていうふうに思いますので、皆さん見守っててください。ジャイアントコーンね、ミーヤがああやってさ、ジャイアントコーン乗せるところがさ、なんかファンの方に心配をかけないようにミリニアらしいなってすごく思いました。なんかあの画像のチョイスというか、ミリニアのなんか優しさがそこにすごく見えるなって思って、可愛いなって思いました。そうそう、なんか私たちも、まあ、もちろん心配だったから、ミリニア大丈夫ですかみたいな話とかしてて、そういっぱい美味しいもの、届けてあげてくださいって っていうね、気持ちでした。あんちゃん方どんなアイス乗せますか？どうしようかな。どうしようかな。まずでもアイスを乗せるっていうあれにならないけど、でもミリアが乗せててさすがと思って、私いいなって思った。私ミリアの文章力とかミリアのやること、いつもすごいなと思って尊敬するんですよね。なんかミリアの良さなんだよね。だから私はあのツイート素敵だなって思ったね。ミリアの言葉素敵だよね。私もミリアの言葉すっごい好き。そう、さりげない気遣い上手。